所で反響を呼んだあの駄菓子歌詞がテレビに帰ってくる。ホタルさん待たせたわ。ココナッツくん遊びましょ。今なぜかホタルさんを呼び出す言葉を発したような。パスタじゃねえ。奇抜な発想に感心とかじゃねえよ。足りねえだろ、一人でお留守番とか寂しいからな。ココナッツ、あとは頼んだぞ。さあみんなも一緒に。オッティモと言います。俺がこの街を変える。私の願いはただ一つ、あなたに鹿田駄菓子を継いでもらうこと。おいし懐かし駄菓子コメディ、テレビアニメ駄菓子歌詞2、2018年1月より放送開始。駄菓子を持って再び待ってなさい。